私の講義で日本人がいい加減な発言をしていたわ。これは韓国の大学で教授をしている女性の言葉です。彼女は以前から強い反日感情を持っていたそうですが、ある出来事が原因で予想外の困難に直面することになります。一体彼女の身に何が起きたのでしょうか。今回は反日を公表した大学教授が衝撃を受けた話についてご紹介します。韓国出身のソヨンさんは自国を愛する女性で、そのまま韓国の大学で教授となりました。彼女はとても明るい性格であることから、生徒の人気を集めているそうです。そのため、彼女が教えている世界史の授業はいつも満員だといいます。中でも日本と韓国に関する内容に生徒は強く興味を持っているそうで、竹島の問題や靖国神社などの講義はいつも盛り上がるとのこと。韓国の学生たちはもちろん、海外からの留学生も講義を受けに来ていました。中には日本から来た生徒もいたそうで、講義では日本を批判するような内容もあったために、その生徒がどう思うか不安に感じることもあったそうです。ソヨンさんが大学の教授になろうと思ったのは、祖母の影響だと言います。このことについてソヨンさんは、私のおばあちゃんは、戦争当時に慰安婦問題ですごく辛い経験をしたって聞いてたの。おばあちゃんから聞いた話は本当に悲しいものだったのよ。日本の軍隊が朝鮮の少女たちを強制的に連行したり、誘拐や人身売買といった卑劣な方法で連れて行かれた少女たちもいたって話していたわ。そうして強制的に慰安婦にされた少女たちは馬のように働かされて、ひどい扱いを受けていたそうなのよ。戦争が終わりに近づいた時には、日本の軍隊が自分たちのしていたことを隠すためにたくさんの女の子を一箇所に集めて命を奪ったなんていうこともあったらしいわ、と語りました。このような話はソヨンさんが幼い頃から両親に聞いていたそうです。両親の強い反日感情の影響もあり、全てが本当のことだと信じていたため、日本人に対して良い印象を持つことはなく、絶対に日本を許すことはできないと強く感じていたといいます。この考えは大学の教授になってからも変わることはなく、日本は恐ろしい国だと伝え続けるべきだと真剣に思っていたそうです。ソヨンさんは日韓のさまざまな問題について自分なりの考えを生徒たちに伝えていました。しかしその講義はある意味反日教育とも言える内容だったため、韓国の生徒たちはその強い信念にただ興味を持ったのかもしれません。またここまで強く反日教育をする教授は他におらず、海外からの留学生がこの講義を受けに来るのも、その内容がとても新鮮だったからとも言われています。そんな中、私の考え方を根底から変える人が現れたそうです。ある日、ソヨンさんがいつものようにキャンパスを歩いていたら、見たことのない日本人女性がいました。不思議に思っていると、彼女と一緒に歩いていた人から先生と呼ばれていたため、学生ではなく教員であることが分かりました。彼女の名前はアキコさんで、民族学を研究している学者です。日本からはるばる来韓し、韓国の大学で特別な授業をするために来ていました。しかしソヨンさんはアキコさんが日本人だと知り、そっけなく挨拶をしてしまったそうです。それに対してアキコさんは、とても丁寧な韓国語で挨拶を返してきたのです。韓国では年上の人に対して敬意を払うことが大切だとされています。そのため、アキコさんの態度はとても気持ちの良いものでした。しかし、ソヨンさんは日本に対して強い否定的な感情を持っていたため、アキコさんの親切な態度を素直に受け取ることができず、苛立ちを覚えたといいます。その後、この出来事がきっかけとなり気分が沈んでしまったソヨンさんは、SNS に今日は気に入らない日本人に遭遇しちゃったと投稿しました。日常的に SNS を利用しており、日記代わりにその日のことを投稿することが多いそうですが、今まで日本に関することは投稿したことがなかったそうです。しかしこの日は感情的になってしまい、家族との会話で出た日本への不満も含めて、すべて SNS に投稿してしまったとのこと。何気なく投稿したことではありますが、その投稿が予想外に多くの人の目に触れてしまい、
日本は信じられないよね、慰安婦問題について日本はしっかり謝罪すべきだといったコメントが次々に寄せられたそうです。そういったコメントを読んでいるうちに大きな変化をもたらしたかのような気分になったといいます。それからソヨンは教授として日本への批判を世界中に伝えることが実は正しいことなのかもしれないと思い始めました。なぜ今まで日本に対する気持ちを隠していたのかしら。同じ気持ちでいる人がいるのならこれまでも本音を SNS で投稿すればよかったわと自分自身に疑問を持ち、後悔の念に駆られたそうです。本音を投稿したことでたくさんの賛同を得られ、その夜はとてもいい気分で眠りについたそうですが、次の朝にはその気持ちが逆転する事態となりました。目覚めてから昨日の投稿を確認すると、本当に反日教育が正しいと思ってるの？などソヨンさんを批判するコメントが集まっていたのです。その中でもソヨンさんが一番気になったのは、あなたは帝国の慰安婦という本を読んだことがありますか？というコメントでした。もちろんその本のことは知っていましたが、著者は日本で学んだ韓国人だと聞いていたため、しっかり読んだことがなかったそうです。他にもいろいろと反対意見のコメントはありましたが、朝から対応する時間はなかったため、モヤモヤした気持ちのまま大学に向かいました。驚くことに大学に到着すると、生徒の間ではソヨンさんが SNS に投稿した内容について話題になっていたのです。アキコさんの講義がある教室の前では、生徒たちが SNS で見た内容について話し込んでいるのが分かりました。当時はソヨンさんの講義内容について反対する声がなかったため、みんなが支持してくれてると勘違いしてしまったそうです。そのためアキコさんの講義で反日的な意見を言おうと思いつき、講義を聞くことにしました。ソヨンさんが教室に入ると席はほとんど埋まっており、とてもびっくりしたといいます。するとアキコさんが教室に入ってきました。皆さんこんにちは、私は日本から来たアキコと言います。今日の講義では帝国の慰安婦という本についてお話ししたいと思います。このようにアキコさんが韓国語で挨拶した後、すぐに講義のメインの話題へ移りました。この本を使って慰安婦問題に焦点を当てます。この言葉を聞き、ソヨンさんは自分の講義と同じテーマであったことや、読む価値もないと思っていた本を使って講義することに信じられないと感じたそうです。さらにアキコさんは、この本は日本と韓国の間で問題となっている慰安婦について書かれています。しかし本の中では慰安婦問題は本当は存在しないとされているのです。またこの問題は韓国側にも原因があると説明されていますと続けました。このことについてソヨンさんは、私はもう大声を出してしまいそうだったわ。そんな馬鹿げたこと言わないでってね。でもその場では何も言わなかったの。だって私はその本を読んだことがなかったから、大学の教授としてしっかりした根拠がある反論をしなくちゃいけないと冷静に考えたのよと語っていたそうです。その後もアキコさんはその本をもとに講義を続けました。韓国が日本の統治下にあった時代、たくさんの女性が日本人によって嫌な仕事をさせられたと言っていますが、それには韓国の人も関わっていたことが分かっています。そのため日本の軍隊が無理やり女性を連れていったという話は少し違うんです。また韓国特有の家では父親が一番偉いという考え方がこの問題に関係していると言われています。この本によると、女性たちは無理やりではなく自分からその仕事を選んでいて、日本の軍隊とは協力関係だったって書いてあるんです。極端な表現だと思いますが、この本の著者は慰安婦問題を自発的な売春行為とも呼んでいました。この話を聞いたソヨンさんはとてもショックを受け、怒りを覚えたといいます。そしてアキコさんに正しい内容を自分が教えなくてはいけないと思ったそうです。ソヨンさんは自分の研究室に戻り、アキコさんが講義で使用していた帝国の慰安婦について詳しく知ろうと考えました。この本の著者であるパクユハ氏は韓国にあるセジョン大学の名誉教授です。韓国に日本近現代の文学思想を紹介しており、夏目漱石や大江健三郎、
唐谷公人などの著作の朝鮮語への翻訳を手掛けているそうです。2004年には日韓友好促進に貢献した韓国人を顕彰する日韓文化交流基金賞を受賞しています。しかし後の2013年に韓国で出版された帝国の慰安婦では元慰安婦の人たちから名誉毀損で訴えられていたことが分かったのです。一審の地方裁判所は抽象的かつ比喩的な表現で著者の意見を表明したものだとして無罪を言い渡しました。その後二審の高等裁判所は客観的な事実と異なる誤った内容の記述で元慰安婦の名誉を傷つけたなどと指摘し罰金1000万ウォン約100万円余りの支払いを命じていたのです。このことを知ったソヨンさんはまあ当然よね、だってこの著者は韓国のことを悪く言おうとしてるんだものと思ったそうです。さらに調べを進めていくと韓国の最高裁判所は著書の表現は学問的な主張や意見の表明と評価するのが妥当だとして有罪とした二審判決を取り消し無罪の趣旨で高裁で審理をやり直すよう命じていました。これにはソヨンさんはとても驚いたそうです。この本に書かれている内容は本当に事実に基づいているの？本当のことなら誤解していたのは私たち韓国人の方だったのかもしれない。今すぐにでも明子さんに真実を聞きに行かなければとソヨンさんは強く思ったと言います。そこで明子さんが講義を終えて教員室に戻るのを待ち急いで向かいました。そして明子さん、先ほどは失礼な態度をとってしまい申し訳ありませんでした。先ほどの講義の内容を見ていたのですが慰安婦問題に関して実際のことを教えてほしいんです。お時間いただけませんかと勇気を出してお願いしたそうです。明子さんはソヨンさんの言葉を温かく受け止め日本側の立場から慰安婦問題について詳しく説明を始めました。日本は間違ったことを反省してこの問題に真剣に向き合ってきましたよ。本当なら1965年に日本と韓国が結んだ日韓基本条約でこの問題はもう解決したことになっていました。しかし慰安婦問題が多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題であることからお詫びと反省の気持ちをどのように表すかたくさんの議論が行われたそうです。この議論から1995年から2007年の間には元慰安婦の方々に対する償いの事業などを行うことを目的に財団法人女性のためのアジア平和国民基金が設立されたんです。明子さんから聞いた日本側の話は反日だったソヨンさんにとって全部が知らない情報で驚いたそうです。この話を聞きソヨンさんは私は日本のことを誤解していたわ。韓国では日本が悪いとだけ教えられてきたけど日本ではそれを受け止めた上でこの問題を解決するために一生懸命努力してくれていたのねと語ったと言います。初めて聞いた話に驚いたことはもちろん何よりも明子さんの真面目な態度と優しさに心を打たれたそうです。初めて会った時に挨拶もしなかったソヨンさんに親切にいろいろ教えてくれた上に年上であることに敬意を表した振る舞いはとても気持ちの良いものでした。その行動から明子さんは控えめで静かな性格でありながらそれがまた日本人の良い部分なのかもしれないと思ったそうです。そうしているうちに日本へのネガティブな気持ちはいつの間にか消えていったとのこと。それどころか日本の文化や歴史についてもっと深く知りたいという強い興味が湧いてきたといいます。そこでソヨンさんは明子さん、突然の願いで驚くかもしれませんが日本へ戻るときに私もご一緒させていただけませんか。そこで日本のことについてもっと教えてほしいんですと思い切って明子さんに大胆なお願いをしてみました。突然の頼みに明子さんは少し驚いた表情を見せましたが日本に興味を持ってもらえてとても嬉しいです。ぜひ私と一緒に日本に行きましょう。ソヨンさんにいろいろお見せしたい場所がありますと温かく笑顔で答えてくれたのです。その瞬間ソヨンさんはその場の勢いで即座にはいと答えたそうです。その後仕事のスケジュールをどうにか調整し明子さんの帰国日に共に日本へと旅立つことになりました。
仕事の関係もあり、日本で過ごす時間はわずか3日間だけでしたが、限られた時間の中で明子さんが特別に案内してくれたいと言っていた場所を訪れることができたそうです。2人は東京にある女たちの私たちの戦争と平和資料館という場所を訪れました。ここは日本で初めて慰安婦問題に焦点を当てた記憶と活動の拠点として2005年8月にオープンしました。資料館に足を踏み入れると、戦争で苦しんだ女性たちの顔写真が多数掲示されており、その一枚一枚が語る悲しい過去に胸が締め付けられた感じがしたといいます。中には慰安婦として働いた方々の生の声が聞けるビデオも含まれていたそうです。ソヨンさんはその証言を直接耳にすることで、より深く現実を感じ取ることができたとのこと。さらに慰安婦問題について多くの資料を展示していることから、真実を明らかにしようと努力している人々の存在があることを知ることができたのです。このことから、明子さん、私は今初めて自分の無知さに気づかされたわ。今までは日本に問題があると一方的に決めつけていたけど、本当に愚かなことだったと思う。日本に対して深い反省の念を感じずにはいられないわ。と、これまでの自分に対して後悔したように語りました。落ち込んだ様子のソヨンさんに、そんなに落ち込まないでください。この問題はとても難しい内容ですし、韓国が日本を悪く言うのもわかります。私たちは教授という立場から、しっかりとした根拠に基づいて教える必要があります。ソヨンさんは、たくさんの生徒に愛されていますし、これからは、その生徒たちに真実を伝える役割があるんですよ。と、明子さんは温かい言葉で返したのです。ソヨンさんはこの言葉に大きな勇気をもらい、今でも心の中に強く残り忘れることができないと言います。明子さんのアドバイスを受け日本から帰国したソヨンさんは、まずはじめに SNS に書き込んだ日本に対する批判的な内容をすべて消すことにしたのです。その後、これまで敬遠していた日本の文化や歴史について改めて一から学び直すことにしました。加えて自分の授業のカリキュラムも完全に一新し、全く新しい内容に変更したのです。当初、生徒たちがその変化にどんな反応を示すか不安だったそうですが、驚くことに授業は以前と変わらず人気があるとのこと。その後、ソヨンさんと明子さんは心を通わせる親友のような関係になり、頻繁に連絡を取り合っているそうです。ソヨンさんは明子さんについて、明子さんは私にとってただの親友ではなく、それ以上に私の人生を変えた恩人と言っても過言ではないわ。なぜなら、彼女は私に真実の価値とそれを伝える大切さを教えてくれたから。育った環境の影響で日本に対してとても強い反感を持っていたけど、彼女との出会いをきっかけに自分の考え方を改めることができたわ。これからは日本と韓国の関係をもっと良くするためにも、生徒たちに日本の良さを教えていこうかしら、と語ったそうです。このエピソードを聞いた海外の方たちから集まった意見をご紹介します。裁判でずっと頑張って有罪の決定を覆したパク教授って本当にすごいと思います。真実を伝えたいっていうその強い意志が伝わってきました。この本の作者が韓国の方だったっていうのには本当に驚きました。自分の国からたくさんの批判を受けそうなのに、真実を伝えたいという気持ちはとても素晴らしいです。ソヨンさんのように私たちも偏見を持っていたかもしれない。真実を知ることができてよかったです。反日の気持ちに流されずに本当のことを知ろうとする韓国の人がいるって知って、とっても心が温まりました。本当のことを知るためには冷静でいることが大切ですよね。この本がきっかけで勇気を持って本当のことを知ろうとする韓国の人がもっと増えるといいですね。このように帝国の慰安婦について驚く声や、ソヨンさんの気持ちの変化に同意する声が集まりました。帝国の慰安婦は日本と韓国のみならず、海外でも注目を浴びています。その中には、ソヨンさんのように一方の話を真実と捉え、日本に偏見を持った考えがあることも事実です。しかし、明子さんという存在がその考えを変えるきっかけとなりました。自分自身を変えるのは簡単なことではないですが、
相手を尊敬し優しく接することで誰かの考えを変えることができるかもしれません。私たちも明子さんのように親切で丁寧な振る舞いができる日本人でありたいですね。皆さんは最近韓国で日本人観光客が激減し、観光地が驚きの変化を遂げていることをご存知でしょうか。韓国は日本の若者に人気の旅行先のイメージがあります。しかし最近は韓国に行く日本の若者が減り、代わりに中国人観光客が激増しているのです。それが原因で韓国の観光地の雰囲気が一変してしまったのでした。今回は日本人観光客のいなくなった韓国の観光地がどれだけ変化したのかをご紹介します。そもそもなぜ韓国から日本人観光客が減ってしまったのでしょうか。それは日韓関係の悪化と円安という2つの要因によって訪韓する日本人が年々減り続けているからです。一方、中国人の観光客数は俳優ブームや中国政府の韓国への接近によって急激に増加しています。2014年の8月までに訪韓した日本人は前年同比で 11.1% 減の154万3773人だったのに対し、中国人観光客は前年同比 39.8% 増の411万9337人でした。かつては円の町と言われていたソウル市のミョンドンも、今となっては日本人を見かけることはほとんどありません。いらっしゃいませという日本語が飛び交っていた場所では、傀儡という中国語が叫ばれています。ミョンドンの店先に立つ店員の呼び込みも、客層に合わせて臨機応変に言語を変えて対応しているのです。そんな状況の中で、あるシンクタンクの研究員はこう話しました。百貨店、免税店、スーパーなどは中国人観光客をターゲットにしたマーケティングを展開している。今後も同じような状況が続くだろう。中国人観光客の目が肥えていくのに合わせて、小売店やホテル、レストランもレベルを上げていく必要がある。観光客からしてみても、観光に行くたびにレベルが上がっていたらまた同じ場所に行きたくなるでしょう。しかしこの発言に対する韓国人の反応は、中国に対して拒絶するものがほとんどでした。ある韓国人は SNS で、中国人が韓国にお金を落として行ってくれるのはありがたい。だけど、海外にいるときはもう少しお行儀よくした方が良いね。以前のミョンドンは日本みたいに綺麗な街だったけど、今はまるで中国みたいなんだ。街全体が雑然としていて落ち着かない。この間中国人の男女が口うるさく喧嘩しているのを眺めていたら、喧嘩じゃなくて普通の会話だったことにも驚いたよ、と発信しています。中国人の会話が喧嘩のように聞こえるのは、大声で話すという国民性があるからでしょう。また別の韓国人は、こんな経験を SNS に投稿しました。自分はホテルのフロントで働いているけど、日本人のお客さんは朝起きた後に布団をきちんと畳んで出て行ってくれる。だけど中国人が出た後は必ず何かがなくなっているんだよ。それに部屋は汚れ放題。観光客として日本人ほどマナーの良い民族は珍しいと思う。小さな行動一つとっても国民性が出ることがよくわかる例えです。韓国人の SNS に対して、日本人は自分たちで日本人観光客を追い出したくせに今さら日本人を評価しても遅いよね。中国人の会話がうるさかったと言っているけど、日本人から見たら韓国人も似たようなものと返していました。日本人に対して肯定的な反応をもらえるのは嬉しいことですが、韓国の観光地から日本人がいなくなったタイミングでこのような発言をするのは虫が良すぎるかもしれませんね。これまでのコメントを見ると、中国人観光客に対するネガティブな反応が多いように見えます。日本だけではなく、世界中で中国人観光客のイメージ低下が起こっているのです。2024年10月の中国サイトでは、中国は世界第2位の経済大国になったのに、どうして世界中から嫌われ続けているんだという記事がネットに投稿されました。当事者である中国人も、自分たちがどうして世界中から嫌われているのか疑問に思ったのでしょう。21世紀に入ってから中国は世界的に力を持つ経済大国になりましたが、欧米社会を中心に多くの国からは尊重されないままです。
ここ数年はスペインやイタリアで中国人を狙った襲撃事件が起きたり、ベトナムで反中デモが深刻化しています。アフリカで様々なビジネスを展開している中国人の中には、自分の身を守るために表向きは日本人や韓国人と偽る人もいるほどなのだとか。つまりそうしないと殺されてしまう可能性があるくらい、中国は世界各国から攻撃の的にされているということです。中国が世界の国々から尊重されない理由はいくつかあります。例えば公共の場で騒ぐ、秩序を乱して列に並ばない、衛生習慣の問題などです。こういった理由でホテルやレストランの中には中国人お断りというお店もあります。そんな中、実際に日本人男性にある出来事が起きました。その出来事とは一体何なのか、ここから少しご紹介します。日本人男性の同僚には中国人男性がいました。ある日食事を一緒にした際、中国人男性の食べ方は全員が顔を見合わせるほど下品だったのです。彼がご飯を咀嚼する際に発するくちゃくちゃという音は10メートル先にいても聞こえるほどで、他のテーブルのお客様からクレームが入ったこともあったのだといいます。中国で生活して中国で一生を終えるなら大した問題ではないのかもしれませんが、他の国の人からしてみたら信じられないことです。こうしたマナーの悪さは中国人が海外で生活する際のいろいろな場面で影響をきたします。例えばビザです。近年多くの国でビザが不要になっていますが、中国人がビザなしで渡航できる国はありません。空港でも中国のパスポートを所持しているとテロリストの疑いがあるかのように入念にパスポートをチェックされます。そんな中国ですが、世界的に見るとマナーの悪さは第2位です。それでは1位の国はどこなのでしょうか。2015年6月、中国のメディアは世界で最もマナーが悪いのは中国人観光客ではなく米国人の観光客だと報道をしました。この結果は米ショッピングサイトリビングソーシャルが世界5カ国5000人以上を対象に調査を行ったことで明らかになったようです。マナーの悪い理由としては、ダボダボのシャツに短パン、サンダルという身なりが観光地にふさわしくないことがあります。話し声も大きくてわがままだという意見もありました。米国人観光客の約4割がホテルの備品を持ち帰ったことがあるという調査もあります。タオルが 28%、 それ以外にバスローブ、電池、枕、リモコン、シーツなど多くの備品を持って帰られたことがあるそうです。では逆にマナーが良い国はどこなのでしょうか。ドイツの市場調査会社が行った調査では、日本人観光客が清潔さ、静かさ、クレームの少なさで最も高い評価を得ていました。カナダ人観光客やドイツ人観光客も同様に高い評価を得ています。日本人は今でこそマナーの良さを高く評価されていますが、1960年代までは世界からの評価は低いものでした。そこから日本を良い印象に変えるべく、政府は日本観光のガイドブックを発行するなど30年間かけて宣伝と教育を行ったといいます。結果、日本人観光客のイメージの改善につながったのです。最近はアジア人に対してアメリカの入国審査が特に厳しくなっています。しかし日本人と他のアジア人では国民性に違いがあることから、現地の人からは歓迎されることが多いです。ここからも日本人観光客のマナーの良さが高く評価されていることがわかります。ビザを持たずに海外へ渡航ができる国の数をランキング形式にしたところ、日本は常に世界上位の位置を保っていました。海外旅行にまつわる空港の入国審査スタッフの経験談があります。彼女は昔から海外の文化に関心があり、様々な国の映画や小説を読むことが大好きでした。大学時代には世界の文化について勉強をしていたので、国際空港のスタッフの仕事に就いたそうです。入国審査スタッフは、とても簡単そうな仕事に見えるかもしれませんが、想像以上に幅広い業務を担っています。手荷物検査だけではなく、入国者が提出するパスポートやビザ関連の書類、身元の確認を行わなければなりません。
その過程で入国目的、滞在期間、職業、旅程について入念に質問し、入国者がパスポート所持者本人であることを確かめるのです。質問への回答や態度から入国者の人柄や信頼度を判断し、国際的なデータベースを使って入国者の情報の確認を行う場合もあります。なぜ入念な確認が必要なのかというと、犯罪やテロに関わっている可能性がある人、過去の入国歴に問題がある人を簡単に入国させないため、入国審査スタッフは単に荷物やパスポートを確認するだけではなく、犯罪を前もって防ぐ重要な職業なのです。国際空港の入国審査スタッフをしていると、様々な国の人に出会います。もちろん国や地域によってスタッフに対する態度や振る舞い方も異なるそうです。彼女も仕事を始めたての頃はマナーが悪い人と接するたびに嫌な気分になったり、ショックを受けていました。特にアジア人の振る舞いは彼女にとって衝撃的なものだったといいます。彼女が入社してまだ数週間しか経っていなかった頃、入国チェックの作業をしていると入国者の列の方から騒がしい声がしました。何事だと思って列の方を見てみると、特に何も起こっておらず、ただ一つのグループが大声ではしゃいでいるだけだったのです。何か事件が起きてるわけではなかったので、彼女は安心して作業を続けていました。しかし時間が経つにつれて、彼女の中で不快な気持ちが高まっていきます。その一つのグループが並んでいる間常にうるさくしていたことが原因でした。明らかにアメリカに海外旅行に来ているグループです。海外旅行ともなれば楽しい気分になって、つい声が大きくなってしまうのも仕方がないかもしれませんが、そのグループの騒がしさは度を超えていました。仕事をしている彼女にとってみると、列に並んでいる間ずっと騒がしくされているのは気に食わないですし、大声を聞き続けることは疲れます。周りに並んでいる他の観光客も迷惑そうな顔をしていました。声だけではなく荷物もとても大きかったので、一緒に並んでいる他の観光客にとってはますます鬱陶しく感じたことでしょう。そのグループの入国審査の順番が来た時も、決して良い態度ではありませんでした。誰一人として彼女の目を見ることなく、パスポートを彼女の目の前に放り投げたのです。彼女がパスポートの確認をしている間もずっとグループ内で会話を続けており、彼女が質問を投げかけてもその会話が止まることはなく無視を続けました。彼女はこのグループの態度に心底驚いたそうです。グループの人たちは皆中国人だったので、彼女の中にアジア人はマナーの悪い人たちだというイメージが植え付けられました。彼女が無視されながらも懸命に質問を投げかけると、中国人グループはそっけなく答えました。目を合わせることもなく、挨拶をすることもありません。入国審査が終わると、中国人グループは彼女の手からパスポートをかっさらってその場を立ち去りました。その直後、彼女が対応したのは韓国人女性だったため、またアジア人だわと彼女は警戒を強めます。しかしその韓国人女性は中国人グループと比べてそれほど悪い態度ではありませんでした。よかった、次の人も同じような態度だと精神状態がおかしくなってしまいそうだわ。彼女はそんなことを思いながら、アジア人で女性一人での入国ということで少し多めに質問をします。入国理由、旅程、誰に会うのか、職業など、たくさんの質問を韓国人女性に投げかけました。韓国人女性は特に問題なく質問に答えていましたが、質問の時間が長くなるとだんだんとイライラした様子を見せ始めます。韓国人女性も何か急ぎの用事があったのかもしれません。質問の途中で韓国人女性は彼女に対して韓国語で怒鳴り始めました。彼女は韓国語の意味は分かりませんでしたが、怒っている様子は確かに伝わってきます。これはまずいことになった、そう思い韓国人女性を別室に連れて行き、韓国語が分かる入国審査スタッフに対応を引き継ぎました。そうしている間も韓国人女性は韓国語でわめき続けます。韓国語のできるスタッフが対応を始めると、韓国人女性は横のレーンの人はいくつかの質問に答えただけで入国ゲートをくぐれていたのに、私はしつこく質問をされた、
私には怪しい点なんて全くないのに差別されているように感じた。アメリカ人は韓国人に対して差別をしている、と怒りをあらわにしました。韓国人女性の言うことにも一理あります。他の人がすんなりゲートをくぐれている中、自分だけ質問攻めにされたら不快に思うのは当然かもしれません。しかし彼女が必要以上にこの韓国人女性を警戒して質問をしたことは、入国審査スタッフとして当然の仕事を果たしたとも言えるでしょう。少し多めに質問をしただけで差別扱いされてしまっては入国審査の意味がないからです。彼女と韓国語が話せるスタッフで韓国人女性を落ち着かせ、対応は終わりました。韓国人女性は最後まで不満げでしたが、騒げば騒ぐほど危険人物に見られて入国ができなくなることを、入国審査スタッフが丁寧に説明したら落ち着いたそうです。この韓国人の件もあり、彼女はますますアジア人への警戒を強めることとなりました。それから現場に戻って入国審査の対応をしていると、またアジア人がやってきたため彼女は身構えます。そのアジア人とは、一人の日本人女性でした。彼女はさっきの韓国人女性の時と同様、日本人女性に少し多めに質問をします。するとその日本人女性は、一つ一つの説明に拙い英語で丁寧に対応をしてくれたのです。わかりにくい質問に対してもしっかりと聞き返し、理解しようと努力をしてくれました。前の韓国人女性はわからない質問に対してはただ首を振るだけでしたが、日本人女性の態度はそれとは全く異なり、怒る様子もありません。彼女は日本人女性の態度を見て、こう思いました。これまでのアジア人とは全く違うし、これまで接してきたどの国の人よりもマナーが良いかもしれない。最後まで日本人女性は彼女からの面倒な質問に丁寧に答え続けたのでした。さらに日本人女性はパスポートを受け取るとサンキューと彼女の目を見て挨拶をしたのです。これまで入国審査で嫌な思いをされ続けてきた彼女はとても良い気分になりました。アジア人の中にもとてもマナーが良い人がいることを知れたからです。その日の業務が終わった後、彼女は職場の先輩スタッフに、さっき日本人の女性にたくさん質問をしていたけど何か問題がありそうな人だったの？と声をかけられました。これに対し彼女は、特に問題はありませんでした。ただアジア人でマナーの悪い人が続いていたので、ちょっと警戒をしていたんです。すると先輩スタッフは、日本人は警戒しなくて大丈夫だよ、日本人はとてもマナーが良くて海外でのトラブルも少ないの、世界の中でも日本のパスポートはとてもレベルが高いのよ、と教えてくれたのでした。世界のパスポートレベルはその国の信頼性がランクとしてわかるようになっています。先進国だからといって適当に格付けされているわけではありません。日本は他の国からも非常に信頼されており、パスポートレベルは常に世界上位で、これまでに何度も世界1位を取っています。ちなみに中国はこのランクで60位です。彼女は先輩スタッフからこのことを聞いた後も、態度やマナーの悪い日本人に出会うことはありませんでした。むしろパスポートを受け取る前から、態度が良いアジア人だからきっと日本人だろうなと考えるほどになったそうです。イギリスのコンサルティング会社であるヘンリー&パートナーズ社は、2023年7月に世界のパスポートランキングを更新しました。この会社は、ビザを取得せずに海外への渡航が可能な国の数をパスポートの強さと定義して、半年に一度統計を取ってその結果を公表しています。日本は2023年1月までの5年間首位を維持していましたが、今回は3位という結果でした。これには新型コロナウイルスの感染拡大が影響しています。入国制限の解除時期と渡航者数も審査の対象となり、早々に規制緩和を行ったヨーロッパの国々が上位に浮上したのです。2023年7月はシンガポールが1位、アメリカは6位から8位に下落、イギリスは6位から4位に上昇しました。日本のパスポートを所持している人は、ビザを取得せずに189の国や地域への渡航が可能です。日本は今回3位に順位を落としましたが、世界トップクラスを維持していることに変わりはないでしょう。
日本人としてこの評価を今後も落とさないように海外での振る舞い方を大事にしていきたいですね。今回の話題について海外からも多くの反応が寄せられています。入国審査での対応一つにしても国ごとに特性が違うから面白いね。日本人のマナーの良さは政府の取り組みで改善した部分もあったんだね。今後も同じようにマナーの良い国が増えていくことを願っているよ。入国審査のスタッフの質問を無視したり怒ったりするなんて日本人からしたらありえない態度だろうね。いくら日本人でも悪い人はいないとも限らないよね。入国審査のスタッフの人はこれからもきちんと判断してほしいな。これは国民性だけじゃなくてこれまでの文化の問題もありそうだよね。いかがでしたでしょうか。パスポートのランクはその国の信頼性を示す指標にもなるので、この結果は日本人がこれまで外国に見せてきた態度が高く評価されている証拠でもあります。日本人の態度がお手本となり他の国にも伝われば国同士の関係性もますます良くなるのではないでしょうか。